皆さん、天然のマグロってどこから来たのか知っていますか？通称本マグロ、クロマグロからいただきます。このマグロは宮城県気仙沼の漁船が日本から遠く離れた北大西洋アイルランド沖で釣り上げたもの。よしよし、狙うは2メートルを超える大物。少なくとも10ヶ月は日本に戻らないそうです。そんな漁師たちの無事を祈り、毎日神棚に手を合わせている人がいます。船主である臼井宗太郎さんです。大漁と航海の安全毎日祈ってるんで、私の先代の先輩たちもずっとやってきたことなんで。臼井さんは明治から続く漁業会社臼福本店の5代目の社長。遠洋マグロ延縄船を7隻所有して、いろんな種類のマグロを取っています。大正区丸、これ一番新しい船なんですけども、アンゴラの沖でメバチマグロを釣ってます。この後にカナリア諸島ラスパルマスっていうところで食料とか油を積んでですね、このアイルランドの沖でクロマグロ操業をやって、そしてパナマ運河を抜けて、ここで良質のキハダマグロとかメバチマグロを釣って日本に帰ってくるという、まあ、通常は10ヶ月から11ヶ月ずっと操業してますね、はい、およそ1年かけて釣ったマグロの売り上げってどれぐらいなんでしょう。1隻で今3億ちょっとぐらいになってるかな。1年間で10ヶ月です。スケールが桁違いの遠洋漁業、船の総工費は1隻9億ですね。こちらが最新の船の中、漁船では珍しいグッドデザイン賞を受賞。有名なアニメで採用されたことも臼井さんの自慢です。プリキュアに出たとかプリキュアの主人公の女の子のお父さんがうちのマグロ船に乗ってるっていう設定だったりとか、都内のミシュランシェフとかも臼井さんの魚使ってみたい、ドバイからもシンガポールからもいろんなところからたくさんオファー来てるんですね。その理由はマグロの取り方が世界に認められたからなんです。延縄漁法といって、餌をつけた釣り縄を長く連ねて垂らす日本伝統の漁法です。一匹ずつ釣り上げるので効率は悪いですが、巨大な縄で小さな魚まで巻き上げてしまう方法よりも海の資源に優しいんです。国際的に決められた漁獲高を厳格に守るのはもちろん、マグロ以外の生態系に配慮しながら操業しているかを厳しく審査された結果、 MSC という国際機関から認められたんです。延縄漁業で唯一クロマグロの認証を取れたのは世界でうちが最初だったんですね。この後取れた人がいても世界初はうちが変わらないんで、はい、それは本当に誇れるなって思いますね。自信満々の臼井さん、でも昔の話を聞いてみると、クロマグロは20年前くらいは今の倍ぐらいの金額で売れたんですね。儲からない、生活できない、国際的なルールを守らないで乱獲された魚がたくさんあるんです。でそれをなんで日本が買ってんのってことなんですよね。気仙沼の再建するときに漁業に頼らない町を作ろうって最初言ってたんです。レーシング場を作ってモナコグランプリをやろうみたいな、あの時本当に終わったと思ったんで、全てが終わった、会社なんかもう全てもう終わったなって思ったんで。ある日僕らは目覚めた、暗闇の中多くの仲間と共に、わけもわからないまま、僕らは誰、僕らは何、それを見つけるため、それぞれの道を行け。私の会社は私で5代目になるんですけど、創業が1882年の漁業会社です。初代は魚問屋やってまして、魚を漁船から買って販売する仕事をしてたんですけども、2代目の社長から漁業を始めて、先週船主の仕事っていうのはプロの方々をどうやって集めてきて、でその方々にプロの仕事をしていただくコーディネーターなのかなと思ってですよね。漁船の場合は最高責任者っていうのが
漁労長もしくは船頭さんと船の頭と書いて船頭とも読むんですけど、その下に船長だったり機関長というエンジンをチェックしている、まあ、自分で直すような方ですね。で機関長のサポートとして一等機関士、船長の下には一等航海士、でさらにそこに通信長ですね。うちの前の、うん、一番のうちの大船頭です。あ、前川です。27から船頭さんですね。元船頭の前川さん、引退したばかりだそうです。朝起きると、うん、ついついこの海の方へ来てしまう。一番良かったなというか楽しかったなっていう仕事の瞬間、自分がね思ったところに船持って行って操業するでしょ。ほとんど当たる時があるんだよね、それ。あれが醍醐味だね。漁師に向いているタイプを聞いてみました。忍耐力のあるやつだよね。朝も人より早く起きる、自ら進んで仕事に出る、前向きなやつだね。海の上では学歴不問、すべては実力の世界だそうです。うちの社員が社長面白い子がいたって、でどんな子だって言ったら見せてもらったんですね、履歴書。あの金髪でこうやってリーゼントしてこうやって写ってるんですよ。それで、おお面白いなと思って面白いじゃないですか。何でも金髪にしてきたのって言ったら、舐められたくないからですって髪の毛の色なんか関係ないって、船の上に乗ったら高卒も中卒も関係ないと、中卒の人もうちの船頭さんやってる人元いるって。でもね、自分の命は自分で守らなきゃダメだし、一社会人に先になるっていうことは大変なことなんだぞって言ったら、それでもやりたいって言うから、じゃあやろうっていうことで乗ることになったんです。すごく一生懸命頑張ってきたっつって、当時400万近く稼いできたんじゃないですかね、中卒ですよ。何か買ったのかって言ったら、いや実は姉が大学入って弟が高校入る、だからお金かかるんで全額お母さんに渡しました。いや立派だなと思って。でその子は3年間があって免許とやっと取ったんです。免許取れば1000万超えますね、給料で。これからだっていう時に、田舎帰った時に喧嘩に巻き込まれたんだか分かんないけど、腰をおかしくしちゃって、それで船乗れなくなっちゃった。もったいなかった。すんごいいい子だったです。あと大卒もいるし、今なんか大卒の子に乗ってきましたよ。今回会計士の免許持ってる。なんで会計士なんねんのって言ったら、いやマグロ船乗ってみたいなと思ってって言ってきて。そんな漁師たちを支えるのは丘にいるスタッフです。港に船が入るとき、船には乗りませんけど、まあ、船の岸壁までは行って、それ以外のサポートは全てやるのが我々の仕事かなと思ってます。乗組員の人たちっていうのは沖で生活してますから、親の死に目とかにもなかなか会えないんですよね。家族の方々のケアだったり、子どもたちの入学とかそういうのもケアするのも我々の仕事かなというふうに思ってます。他の仕事も独特な遠洋漁業。別の業種から転職して20年目の竹山さん。マグロ船って一切わからない本当の素人から来たんです。まあ、会社に入って2週間、そこからもういきなり南アフリカのケープタウンに出張という。この仕事はどう感じてますか？あ、やりがいありますよ。うん、船を運航するにあたって手配から全て一切行うんですけど、極めて特殊な仕事だと思ってます。何か資格が必要なわけではないですけども、柔軟性は必要だと思います。いつどういう連絡が来るかわからないので、やっぱり乗組員さんの怪我病気の対応、洋上でまた船のトラブル、それでもうすぐ現場に急行しなければならないっていう、我々の想像をはるかに超えたその屈強さが求められるのは乗組員じゃないですか。僕なんか絶対その務まるわけないので。社長も私の4つ上なんですよ、はい、もう漁師が本当にもう花形でやって、魅力的な商売になるためにはどうしたらいいかっていうのをさまざま考えて苦慮しておられます。総じてエネルギーがありますよ。周りから言われますもん、あんなに休まなくて平気なのとかって。それこそマグロですよね。もう絶対止まんないですから、仕事に邁進する背中を社員に見せてきた臼井さん。立ち止まることができない難題をいくつも抱えていました。今ここに至るまでだと、まあ一番大きかったのは東日本大震災ですよね。あの時はもう後ろ見たらもうどうしようもなかったんで、後ろなんか見たくなかったし見れなかったし、前しか見ないでずっとやるべきことをどんどんやってきた。うちも家族と社員は全員無事だったんですけど、社員の家族とか
あとは乗組員の家族っていうのはたくさん亡くなりましたね。いろんな方々が来てくれて、瓦礫撤去だったりスコップ隊みたいなのでゴミ投げ手伝ってくれたりとか、本当にひどかったんで、本当人のつながりって大切だなって思いましたね。人っていうのはやっぱ本当人っていいなってあの時思いましたね。うちのその前川船頭とかもですね、俺嬉しかったのが、最初電話通じた時に、お生きてると思ったって。でただ俺らここで今帰っても、俺ら帰っても何もできないと。俺ら少しでも魚を取って、魚をお金に変えて故郷に持ち帰るのが俺らの仕事だって。お母は任せたぞ、あといない家族を見つけてくれと、そっちはやら任せるから、こっちは俺らに任せろって。それがすごく私心強かったですね。心強くて頑張れましたね。一方、町の再建は思わぬ方向に進みました。気仙沼の再建するときに、漁業に頼らない町を作ろうって最初言ってたんです。沿岸の道路にレーシング場を作ってモナコグランプリをやろうみたいな、バカじゃねえかって思ったんです。俺見てすごく頭きましたね。防潮堤なんか作ってる場合じゃねえだろうって思ったんです。俺らはいらねえって言ったんです。防潮堤作るんだったら避難道をちゃんと確保してくれとか、船をつける岸壁をしっかり整備してくれとか。ただ私みたいに国とか県に文句言ったりしてると、会議体とか町づくり団体が呼ばれなくなるんですよね。町づくりやるんだと俺を外すんだったら、みんな勝手にそっちやりなさいと思って。臼井さんは町が壊滅的被害を受けたことで、自分が進むべき道がはっきり見えたと言います。食べるものと水がなければ人間って生きられないんだなって、あの当時本当に痛感したんですよね。一日支給されたのがおにぎり1個だったんです、朝。それでおしまいだったんです、うちは。だから食べるものがなくて、その2日目はそのおにぎりをその鍋に入れておじやにして炊いて、それで食べてたんです。食べるものがないっていう生活って、多分みんな日本人の人は誰もないと思うんですね。だから万が一のことあったりなんかしたら、有事になったら輸入なんかストップしますよ。輸入がストップしたら6割の食料が足りなくなるという危機感が、地元の良さを見直すきっかけとなったのです。私気仙沼っていうの、当時昔気仙沼から出た時も、都会東京住んだ時も何もない町だなって思ったけど、いやそうじゃないってあの時思ったのが、気仙沼には食料産業、食っていう本当に人間生きる上でとても大切な食というものがね、この町にはあるんだって。生きるも死ぬもあの時紙一重だったから、生かされたっていうかのは、そういうのを伝えるのがお役目なんじゃないかなって勝手に思ってるのかもしれないけど、まず学校の給食に地元の国産のものとか地産のものを入れていこう。翌年からやりましたね。2012年にも立ち上げて。臼井さんが立ち上げたのは、気仙沼の魚を学校給食に普及させる会。給食の魚が国産ではなかったからです。いや、ほとんど私が調べた感じだと、ほとんど地産の魚ってほとんど出てなかったんじゃないかなと思いますね。ほとんど輸入品。給食って入札式なんで、仕入れ価格が安いものには勝てないんですよね。だから国産使われない。なかなか魚がまずい、嫌いだっていう子どもたち多いんですよね今。でもなんで嫌いかっていうと、家でも食べないけど学校でもほとんど給食で出てくる魚っていうのは、俺はあんま美味しくないと思うんですよ。一番舌が敏感な学童期の時に美味しい魚を食べさせてたら、子どもたち魚好きになってくれるはずなんです。ある調査によると、小学生の嫌いな給食メニューでダントツ1位が魚でした。嫌いな理由は匂いやパサパサしているなど。日本人の魚離れが進んだのは、安い輸入の魚の味しか知らない人が増えたからかもしれません。かつて世界一だった日本の水産業は11位まで転落してしまいました。それって私問題かなと思うんですね。で、生産者がどんどんいなくなる、それを全部食料を輸入していくっていうような考えでやっていくと、一度いなくなった生産者もう一回戻ってこいって無理ですからね。手遅れになる前に気仙沼の水産業を復興させると決意した臼井さん。その第一歩が、給食で地元の子どもたちに国産の魚を食べてもらうことだったんです。
国産を大人になった時に価値あるものにはお金出す、小さいうちからそういうことを育てていく、それを国がやらないんだったら俺自分でやろうと思って。共感してくれた人たちが集まり、プロジェクトがスタートしました。子どもたちが食べやすい魚って何だろうなって考えたって、気仙沼のでは内閣総理大臣賞を取ったような加工品だったり、水揚げ日本一でずっと続いているそのカツオだったりメカジキだったり、そういうものがあるんですよね。でその時にメカジキやろうか。プロの料理人と給食メニューを開発したり、調理実習をしたり、それをメンチカツ作ろうかっていうことで、前に授業やった時に魚一度も食べたことないっていう子が何かいるんですよね。その子たちがメカジキ食べて、メカジキってこれ本当にこれ肉じゃないんですかって、これ魚だよって言ったら、これからはメカジキだけ食べますって言ってる、ね、子たちがいたりとかして、まあ、わかめの漁師さんだったり、あとツキンボウ漁をやってるメカジキをついてる漁師さんだったり、そういう人たちに来ていただいて、漁業ってこんなに大変で楽しくていい仕事だよっていう話をしてもらって、そんな授業と給食を組み合わせたカリキュラムを会のホームページでも公開し、日本各地の水産業の発展につなげたい考えです。地方創生って何かって考えたときに、新しい産業を誘致するのも一つですけども、まずはそこに古くからある一次産業をもう一度活性化させることだと私は思うんですよね。子どもたちに食を伝える活動は今でも続けています。この日は遠洋マグロ船の見学会。天然のマグロってどうやって釣るんでしょう。台南漁業っていう漁業なのね。ナイロンの紐を使います。枝のようにつけていくの、仕掛けをカチャって。マグロの釣り針こんなでかいです。これまだちっちゃい方だけど、これにイカとかイワシとかみんなが食べるような魚よりもっと鮮度がいい魚つけていきます。なぜかというと魚っていうのは常に生きた魚食べてるから。で仕掛けを投げるのに6時間ぐらい、東京から静岡間ぐらい、150キロ、でマグロをここから揚げていきます。これマグロちっちゃい方です。上がったらまず生き締めってね、生き締めをします。内臓とか取って取ったら魚にこのシール貼ります。そして家具ね、何月何日どこで釣りました、何キロでしたっていうやつを毎日国の水産庁に報告する義務があります。で魚を処理したらマイナス60度の凍結庫になってます。ここにマグロのベッドみたいになってます。ここにマグロを並べます。でここに魚がいっぱい詰まったら日本に魚を運んできたりね、コンテナで海外の港から魚を積んで日本に送ってきたりとかします。油代1億5000万かかります。一隻で買えるやん。いえいえ、これがこの船の心臓部ね、エンジンです。大きいトラックだと16台分ぐらいですかね。海の上には潜水がないんですよ。はい、こっちへ来て。前川元船頭も今日は先生です。海水を清水に変えてくれます。海水を真水に変える機械だから、海水を炊くとね、湯気が出るでしょ、うん、その湯気を冷やすと水になります。ありがとうございます。はい、うちの船頭さんです。今年卒業しました。27歳から船頭さんやってて、で74歳で卒業しました。どうですかマグロ船は。私はお寿司好きですか。お刺身食べれます。これを取りに行っているんです。天然物なんです。これを機会にぜひマグロ天然物に興味を持っていただきたい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、子供たちに楽しかったとか、ね、もっと魚に感謝して食べますとかね、頑張ってくださいって言われたり、本当はああやってよかったなって、こういうことを逆に続けなくちゃダメだなって、この町には誇れる産業があるんだと、食料産業があるんだ、俺も食料産業を支えてみたいなって、漁師になりたいだけじゃなくて水産業に従事してみたいなって、そういう子たちを育てていきたいなって。でも実は遠洋マグロ漁業には今向かい風が吹いているそうです。昔の一番いい時期は一隻で10億近く魚を釣ってましたね。1年間で10ヶ月で。それがどん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 安くなってきて、今3億ちょっとぐらいになってるかなっていうところですね。最盛期に比べて漁価が3分の1になってしまったんです。きっかけはマグロの減少でした。
でみんなで魚を取りすぎないようにしようということで、まずは自ら襟を正して船を減らしましょうって、当時800隻近くあった船が300数隻に減ったんですよね。日本の遠洋漁船の数が減ったのはマグロを取る量を減らしたからです。その甲斐あってクロマグロは倍増し、絶滅危惧種の指定から外されました。ところが、クロマグロは30年前はキロ5000円したんです。それが今現在2500円まで下がってるんです。え？半分です。え？どうなって、なぜこれになってるかっていうと、真面目にやった減らした国と増やした国もいるんですよね。決められた国際的なルールを守らないで取られた、乱獲された魚がたくさんあるんです。違法流通の魚を流通させないようにしようっていうふうな法改正したのが EU とアメリカなんです。で、それをなんで日本が買ってんのってことなんですよね。買っちゃってるんです。買っちゃってるんです。国際人権団体の報告書によると、2015年に日本に輸入された水産物のうちおよそ3割が違法なものでした。一方、規制の進んだ EU 諸国では魚の切り身を買ったり料理として食べた時でもその出所を知ることができる仕組みまであるそうです。違法なマグロか見分けがつかない日本、違法マグロが安く出回りマグロの相場が暴落してしまったんです。今生産者なんでやめるか、やっても儲からない、そういう人たちがいっぱいいると思うんです。やっぱりみんな生活するの大変だから、安く食べたい、美味しいものが安く手に入ればいいっていうふうに思ってるけど、でもそういうふうにやりすぎると生産者がいなくなっちゃうよって。うちの船頭さんとか乗組員の人たちはすごい高齢化してきてます。引退する前に次の世代に引き継いでいかないと。そこで臼井さんは2つのことに挑戦しました。まず、違法なマグロとの差別化です。はえなわ漁法で取ったクロマグロを国際機関に認めてもらうのです。イギリスのロンドンに本部がある MSC ってマリンスチュワードシップカウンシルっていうんですけど、船員さんたちがやってきたことを評価してもらいたいなと思って、臼井さんの漁船では漁獲高が一目でわかる電子チップを内蔵したタグを採用したり、卵を孵化させて放流したり、国際ルール以上の取り組みをしてきました。いかに持続可能な漁業をやってるかとか、海洋環境に他の漁種に影響を与えてないかとか、まあいろんなハードルがいっぱいあって、それを全てクリアしないと取れないんです。で、マグロは絶対取れないって言われてた、ずっと言われてた、その認証を約3年かかったんですけど、はえなわ漁業でクロマグロ取れたっていうのは、それは本当に誇れるなって思いますね。まああれを取るのに約3000万近くかかったんです。3000万以上かかりました。同業者の人たちにはバカじゃねえかとか、そんな取って意味ねえじゃねえかって言われたんです。でもこれを取ったことによって、うちのマグロにオファーがいっぱい来たんですよ。日本伝統のはえなわ漁法で海の環境を守りながら取られたことが世界で初めて証明されたクロマグロなら使ってみたいという飲食店とつながりができたんです。今までマグロを食べることを全部やめてた人たちが、モナコとかは法律でマグロを食べること禁止だったんだけど、法改正もされたし、ドバイからもシンガポールからもいろんなところからたくさんオファー来てるんですね。違法なマグロでないことはパッケージにこのエコラベルが印刷されているので、すぐ見分けがつきます。さらに臼井さんは船頭の写真を貼り QR コードをつけることにしました。スマホでかざすと漁獲された場所や日付まで分かります。私は正直言って、ああいう認証なくてもいいなと思ってるんです。将来的には道の駅みたいな売り方できればいいなと思ってるんです。船頭の顔が貼って、俺がこうやって取ってきたんだって、ここでこういうふうに取ってきたんだっていうストーリーがあれば、だそういう売り方でいいんじゃないかなって。本来は、そして漁船のデザインでも注目を集めました。人が集まる魅力ある漁船っていうようなコンセプトを立てて、日本のこのマグロ漁業ですけど、これを世界ともう一度戦えるような、世界一になるような、人が集まる魅力ある産業にしていくっていうのが私の夢かなって。船っていうのは乗組員の人たちにとっては
動く工場であり家でもあるんですね。これをできるだけ安全にし、より暮らしやすい環境を作っていきたいなと思って、で作った後に俺職人さんにいやー社長大変だったよって言われたんですよね。でもさーって楽しかったよって、俺たちにもこんな船できるんだって、俺たちにもこういう船を作れたって俺たちにとっても誇りだって、楽しかったよかったありがとうって言われたんです。よかったなと思って。船っていうのは船員さんだけがいても成り立たない商売なんですね。鉄工場、船を直す人、エンジン修理したりとかパイプ修理する人とかですね、無線を整備したりとか、いろんな方々がいて初めて船っていうのは成り立ってるんですよね。まあチームなんですよね。みんな高菜の餌を積んでくれる人とか、マグロを釣るために世界中からね新鮮な餌を手配してくれる餌屋さん、漁具を積んでくれる人とか、漁師さんたちの細かいオーダーにも応えてくれる漁具屋さん、船員さんたちが食べる食料や生活用品を積んでくれる仕込み屋さん、みんなでチームワーク持ってやってるんで、見送る家族だったりその子供たち、あと奥さん、あとはその取引先、あ、こんだけの人たちがこの産業を支えてるんだなって、船をみんなで動かしてるんで、まあだけど大変なことは大変です。やっぱ魚を取るっていうのは命をいただいてる仕事なんで、魚のだから殺生してるっていうか命をいただいてるとか、そういう気持ちは絶対に忘れちゃダメなのかなって。食料を預かってるっていう、それは忘れたら絶対に罰が当たるんじゃないかなとか、だから尊い仕事なのかなって思ってますね。船頭さんたちはもう誇りを持って漁師になってやってきたことに本当悔いはないし、だそういう人たちを支えてるのが我々なんで、だ我々も責任と自覚持ってもっとしっかりやらなくちゃダメだなって思ってます。はい、まあいろんなことありましたよ。あの時本当に終わったと思ったんで、全てが終わった、会社なんかもう全てもう終わったなって思ったんで、だけどここまでやってここでみんなで仕事できてる、だからこそこれをちゃんとつないでいかなくちゃダメかなって、どうやって今の課題をこのクリアして食に対する価値を変えるとか、いろんなものを変えてこの会社を次の息子たち、息子だけじゃないですよ、息子たちの代にできるだけいい形で次の世代にバトンを渡してやりたいっていうのが私の今の夢ですね。今は俺決してね、正直な話、決して、来てくださいって堂々と来てくださいって言えるような産業では正直ないと思います。今の段階で、今の状態ではダメなので、もっといい日本の一次産業とか遠洋マグロ漁業にするために、お金が儲かるからとかお金もらえるからっていう、そうじゃなくて一緒に考えて責任持って行動してくれるような仲間が欲しいなっていう。どの仕事だって必要な仕事であって意義がある仕事だと思うんですね。それに対してどうみんな一人一人が誇りを持ってその仕事に取り組めるかっていうことが重要なのかなって。だから嫌いなことはやめればいいし、やめればいいのか好きになればいいのかわからないけど、うちの会社はこうだ、うちの業界こうだって言うんじゃなくて、それを変えるために動くことによって変わっていくかもしれないし、変わらないかもしれないし、変わらなかったら愛想尽かせてもいいけど、でも文句言うんだったらまず自分が好きなものにいいものに変えていくっていうことが必要かなって。だから行動していかなくちゃダメなのかなって、はい、って思いますね。でもやるからには石の上にも3年じゃないけど続けていくっていう、その継続は力なりですよね。